はい、こんにちは。じゃあね、とりあえずタープで、まあ、あの幕を張ってみたんで、ここでちょっとね、飯を作って食べてみようかなと思います。今日はね、キャンティンカップ、これで飯炊きます。もうね30分以上水浸してありますんで、これをご飯炊きます。今日はね、Sビットで、半自動炊飯、やってみようと思います。いや今ね、久しぶりにちょっとせっかく持ってきたんでね、ガソリンストーブちょっと火つけてみました。で、せっかくご飯炊いたんでね、これ今までね、一度も魚焼いたことないんだよね。ガソリンストーブでね、ちょっと魚焼いてみようかなと思ってね、あのユニフレームの、この間ね、お餅焼いたやつね、これで今日は魚、焼いてみようかなと思います。ね、全開ゆっくりゆっくり、黒火にもできます。とりあえずね、これで魚を焼いてみようかなと思います。飯の方は炊けてきたかな。ちょっと蒸らしておきましょう。じゃじゃーん、目指しちゃんです。目指しちゃんです。さあ、果たしてどんな感じで焼けるでしょう。なんかすげえ貧乏くせんだけど。これ串抜いた方がいいかな。魚なんてね、キャンプで焼いて食うなんてことしないもんね。なんかうまそう。煙がすごいな。油乗ってるな。あ、これはいいわ。まあ後の手入れが大変っぽいけど、まあいいか。すげえことになってきたな。目指しを焼いたら煙がすごいことになってきました。いや、もう後のお手入れのことは考えないことにしよう。煙、いい感じで焼けてますね。
これに醤油かけて食ったらうめえだろうな。飯はおバッチリですね。どれ中は、うん、焦げもなし、うん、まあ焦げるわけないんですけどね、うん、どれどれお味の方は、うん、バッチリ炊けてますね。うまい、うん、うん、よし、もう魚いいな。はい、目指しちゃんも焼けました。とはね、お醤油をかけて、さあそれではいただきたいと思います。そうだ、味噌汁欲しいよね。お湯沸かしとこう。はい、完成です。味噌汁はね、あさげ、ちょっとインチキしちゃいましたけど、で、味付け海苔ね、味付け海苔と目指しとご飯です。なんか普通の一般の家庭の朝食みたいになっちゃったな。どうでしょう。さーて、じゃあいただいてみようと思います。いただきます。うん、あ、脂乗ってる。うん、あ、うまい。うん、あ、いいね。一般の家庭のなんかね、和定食、朝定食ね、目指しに味付け海苔に味噌汁にご飯、これがまたうまいんだよね。うん、あっ、うまい。うん、ああ熱いな。うん、ああいいねこれ。うん、目指しいいかもしんない。うん、意外とね、ガソリンストーブってパワーあるからね。まあガスもそうだけど、それがうまく持ち運べるようであればストーブにもなるし、調理器具にもなるしというところですね。いやー、でもこの目指し最高にうまいですよこれ。うん、頭からいけんのこれ。脂乗ってます。うん、うん、うまい。こういうね、朝飯もいいよね。これ卵焼きついたら最高なんだけどな。今度卵焼き作ってみようかな。ね、この味付け海苔に魚の脂の乗った醤油をちょっと染み込ませて、ご飯に巻いて。海苔だけで飯いっぱいいけちゃうのこれ。うめ、うん、和食ね、焼き魚定食、目指しの朝ごはん、意外と脂乗ってて美味しいです。
よろしければお試しください。ごちそうさまでした。はい、タープの中でね、一応ちょっとガソリンストーブ焚いてみました。フェザーストーブ、コールマンのねフェザーストーブですね。これを一応今焚いてます。ちょっともう燃料切れ気味なんで、ちょっと赤い炎になっちゃってますけど、これでね実際に外気とどのぐらいの温度差あるのか。いやそれにしても広いよね。前のねちょっとまだ完全にハトメもしてないんでね、完全に塞いでるわけではないんだけど、かなり広いです。これでね今、外気温表が 12.7 度で、室内が 23.8 度。うわ、倍だね。お、今買った。うん。約倍です。うん。これだけ温まるんだったら、かなりいけるんじゃないかな。これであと、隙間がね、結構空いてるんで、これを塞いであげれば、かなり、あったかい、ポカポカの広いスペースで、柱が真ん中にないってのがいいよね。これで、例えば、あともう、2本、ストック、まあ2人で行くんであればね、もう1人がもう2本ストック持ってっていう形でもいいですよね。それで、中央の後ろに、柱を立てるのと、前に柱1本立てると。で、あと方法としてあれだな、この上のところですね、端から端までガイライン引っ張っちゃって、でこの扉用に使ってるシート、これにハトメを打ってあげれば、半分クローズにして半分蛇腹で、カーテン式の扉ができるんではないかなと思います。でここのね隙間、横のサイドの隙間は、ハトメを2個打って、紐で結ぶと。こういう形だったら意外といい線いくかもしれないですね。今の時点でねもうこんな感じですから、それに対して隙間ないんで、ただ全くないと今度密閉しちゃうとね、一酸化炭素中毒が怖いんで、いやーこれでもいいな、広い、ほんと広い。